吉祥寺駅までは15分も歩けば着く。なのに随分と早めに靴を履いて部屋を後にした。日が昇る前から目が覚めて、何やらそわそわと落ち着かなかった。3日前の夜、携帯が震えた。はい、佐藤ですが。通じた。もしもし、私私、どちらにおかけでしょうか。私を、わかる？香り。香り。香り。香り？しかし、娘の香りであれば、もう、かれこれ、15年以上は会っていない。お父さん、聞こえてる？あ、はい。今度の日曜日、お父さん、時間ある？空いてるけど。よかった。ちょっと会えない？あ、まあ。あ、もしかして迷惑？迷惑なものか。娘が本当に会いに来てくれるのなら。と、ガサガサという雑音がした。相話口を押さえた音だ。はい、わかった。今行く。ねえ、お父さん今どこ住んでるの？吉祥寺だけど。吉祥寺か。じゃあ、日曜日の朝10時、そっちに行ってもいい？ああ。あ、でも改札出たところで待ち合わせで。改札は中央口だぞ。わからなくなったら連絡。ああ。もっと感慨深さや動揺というものがあってもいいのかもしれないが、驚きが大きすぎるとそういうものが吹き飛んでしまうものなのか。頭上のホームに電車が滑り込む音がすると、下車した客たちが階段に姿を現す。日曜日ということもあって、家族連れの姿が目につく。その人波の中に、娘らしき姿を目で追った。が、何分にも最近の娘の姿は知らない。あれかな？いや、あっちか。私は背伸びをするように左右に首を振った。だ、そうだ。私は手のひらで口を覆うと、はーっと息を吐き出し、その息の匂いを嗅いだ。久しぶりに会って息が臭かったらいきなり減点だからな。自分でもバカらしいと思ったが、起きてから二度も歯磨きをした。パパ、お口臭いと言われた記憶がそうさせるのだ。
禁煙したのは2年ほど前。もうタバコの匂いはしないはずだ。いやもっとも、50も半ばを過ぎれば口臭だけではあるまい。加齢臭というのも避けられない。まったく、年を取るなどというのはろくなことがないものだ。それにしても離婚などしなければこんなことにもならなかっただろうに。私はもともとリゾートマンション販売やゴルフ場の開発を手掛ける会社に勤めていた。好景気に沸いたバブル時代、私もその恩恵に預かった。ただいま。お帰りなさい。今日も接待だったの？でもな、5本の契約だ。そう、すごいじゃない。じゃあ明日はステーキね。ユミコも自由になるお金があったので、まんざらでもない様子だった。いやむしろ、もっとしっかり働いてという雰囲気だった。ところが、総量規制が通達され、金融機関からの資金の調達がままならなくなると、経営は一気に坂を転げ始めた。社内にも不穏な噂が立ち、倒産の危機がささやかれた。同じ酔っ払いでも豪遊していた時は機嫌の良かった私が、飲んで帰ればブスッとしてるか、由美子に当たり散らしたのだから、向こうも気分を害するだろう。すると由美子は朝から愚痴を言い始めるようになった。遅くなるなら電話の一本も入れてよね。朝っぱらからうるせえんだよ。何よ、私のことなんかどうでもいいのよね。誰がそんなことを言った。少しはな、俺の身にもなってみろ。私たちの言い争いが始まると、娘はその場から逃げ去るようにランドセルを背負った。香織、修復不可能になった夫婦が離婚を選択することは当然の流れというものだった。香織は私が育てます。いや、俺が育てる。あなたには無理よ。なんとかなる。もしかして三島のお母さん当てにしてるんじゃないでしょうね。無理よ、お母さん膝の具合が悪いんだから。私の方は甲府の両親が帰ってくればいいって言ってくれてるし。状況を冷静に考えれば悔しいが、軍配は由美子に上がって当然だった。慰謝料はいりません。もっとも会社傾いちゃって払えそうもないしね。でも香織の養育費は月々振り込んでもらうわよ。私は言われた通り、離婚が成立した翌月から毎月養育費として5万円を香織名義の口座に振り込んだ。会社は噂通りそれから間もなくして倒産した。それでも知り合いを通じてビルの管理業務をする会社に入れたことは幸運だった。そんな苦い思い出に苦笑をしながら、また携帯の画面に目を落とした。10時を回った。もうそろそろだな。階段を降りてくる人並みに目を向けた。あれじゃないかなと思える子がいた。改札を通り抜けると、まっすぐ私の方へ向かってくる。お父さん。おお。元気だったか。うん、それにしても大きくなったな。当たり前じゃない。香織は昔と同じように右の頬にエクボを作って笑った。丸顔だった香織の顔は少し面長になった。化粧をした。娘の顔を見るのは初めてだ。お父さんのことすぐに分かったか。うん。そうだ、腹減ってないか。うんうん、大丈夫。それにまだ10時よ。ああ、そうだな。あ、じゃあとりあえずどこかでお茶でも飲むか。いい、お父さん家でゆっくりしたい。その方が落ち着くし。じゃあケーキでも買ってくか。ほんと何もいらないから。遠慮なんかしなくてもいいから。遠慮なんかしてないから大丈夫だって。何か父親らしいことをしようとして空回りした。私たちは駅前のロータリーを抜けると、サンロードと呼ばれるアーケード式の商店街を歩き出した。へえ、
やっぱり東京って人が多いのね。ああ、日曜だしな。でも新宿や渋谷に比べたらまだ少ない方だろう。渋谷か、うん、東京の大学行きたかったな。行けばよかったじゃないか。あ、まあそうなんだけど、うちに負担かけられないし、仕送りだって大変でしょ。だから地元の大学にしたの。香りに苦労をさせてしまったのではないかとめいった。そうか、それにしてもお父さんの携帯番号をよく知ってたな。まさかお母さんから聞いたとか。ねえ、忘れちゃったの？お父さんでしょ、ランドセルにぶら下げてたお守りの中に紙に書いて入れてくれてたの。お母さんには内緒だって。何か困ったことがあったらいつでもかけておいでって言ってたじゃない。そうだった、由美子の目を盗むようにしてメモ書きを忍ばせたんだった。今でも持っていてくれたとは。番号を変えずにいてよかった。ねえお父さん、どっち？おう、あっちだ。大丈夫？まっすぐ北に伸びた商店街を通り過ぎ、五日市街道を渡ると狭い路地へと入る。住宅街にブロック塀で囲まれた2階建ての建物がある。築20年以上は経つこじんまりとした賃貸マンションだ。ああ、ここだ、お父さんの家。へえ。こんなところで暮らす父親を哀れに思うだろうか。お、佐藤さん。どうも。どうも。あ、ギター弾いてるけど管理人さん、挨拶して。こんにちは。こんにちは。あれ、今日お休みですか？そうです。へえ。ああ、あの娘です。娘さん。へえ。行くぞ。ごゆっくり。さ、上がりなさい。お邪魔します。ただいまではないんだな。何気ない一言に娘との距離を感じてしまう。うーん、案外ちゃんと片付いてるじゃない。お、あ、まあな。ねえ、もしかして必死に片付けたりしたとか。あバレたか。あれ、これってどこだったっけ。とテレビの脇に飾ってある写真を手にした。なんだ、鬼怒川に旅行に行ったこと覚えてないのか。鬼怒川のライン下りをした際に乗船を待つ河原で、身の丈くらいもある石にもたれ、幼稚園の年少だった香りを抱えて撮った一枚。一番のお気に入りだ。鬼怒川？ああ。ああ。うん、ごめん、覚えてない。そうか。川を下る船に乗ったんだ。お前は怖がってベソを書いてな、大丈夫だって言うのにずっとお父さんの足にしがみついたままだった。そうだったっけ。大体お前は人見知りが激しくて、みんなが可愛いとか言って近づいてくれてんのにお父さんの影に隠れたりしてたんだ。学校に行くようになったらいじめられやしないかって心配したよ。私途中でおとなしい性格変えちゃったから全然平気だったけどね。あ、そういえば私お父さんと一緒に写った写真って一枚も持ってないからな。そのはずだ、由美子はそういうところは徹底していた。家を出る際に私の写った写真は全てアルバムに残し、あとは抜き取っていった。ああ、虫食い状態になったアルバムは見ているだけでも切なくなるが、それでも時々缶中杯を片手にめくることがある。お父さん。ああ、じゃあお茶でも入れようか。あ、紅茶か、それともコーヒーの方がいいか。お茶でいいけど、私やろうか。あ、いい。あ、お客さんは、座ってなさい。あ、そうだ、何かつまみたいもんがあったらな。お菓子もあるぞ、クッキーとかポテトチップスとか。昨日の夜近所のコンビニで手提げ袋いっぱいにスナック菓子を買い込んでおいた。遠足に行くんじゃないんだから。それにもう私子供じゃないのよ。そうだな。私はお茶の入った茶碗を運びテーブルの上に置いた。いただきます。あ、熱いぞ、気をつけなさい。で、由美子、いや、お母さん知ってんのか。つまり、その今日お父さんと会うこと。うん、うん、だろうな。でも大丈夫、
今日はデートだって言ってあるしね。彼氏がいるのか。まあね。なんだ、どうした。まあおいおいね、うん、久しぶりの親子の対面は気まずさもあって相当ギクシャクするものと覚悟していたが、意外とすんなり修復できているように思えた。長く離れ離れに暮らしていたというのに、これが血を分けた間柄ということなんだろうか。転校は辛かったな。まあ仲のいい子がこっちにいっぱいいたし、中学に上がるときさ、私また名前が変わった。馴染んでなかったからさ、呼ばれても気づかなくて、返事しなかったらクラスの子に感じ悪いって思われて大変だったのよね。あ、部活はね、ずっとソフトボール、補欠だったけどね。でも高校最後の試合で代打に出てさ、こうセンター前にヒット打ったんだよ。どん詰まりで手がしびれたけど、あれは嬉しかったな。そうか。でも一番驚いたことといえば、お母さんが再婚したことかな。だってお父さんとの結婚生活のことを散々愚痴ってたからね。離婚して1年も経たない頃、由美子から電話があった。こっちで再婚することにしたの。再婚ってお前。お前って気安く呼ばないで。ああすまん。あ、そうだ、じゃあ香織は、香織はどうなるんだ。一緒に住みますよ。一緒って再婚相手の男もか。当たり前でしょ、私が結婚するってことは父親になるってことだもの。おいおい、それって俺への当てつけか。当てつけ、うぬぼれないで。当てつけるような真似は未練がある人がやることよ。そんなことはどうだっていい。ただな、少なくとも話だって嫌な顔せずちゃんと聞いてくれる人、きっと香織のいい父親になってくれるわ。何があってもな、父親は俺だけだ。冗談言うな。冗談なんか言いません。それから養育費の振り込みはもういりません。だからもう香織には会えないと思ってくださいね。正直毎月の養育費の支払いは負担になっていた。でもそれはたとえ遠く離れていようと、自分も娘を育てているという気持ちの最後の砦のようなものだった。おい、俺が香織に会う会わないっていうのは金の問題じゃないだろう。俺は香織の父親なんだから。本当に父親として香織の幸せを願うつもりならそっとしておいて。それがあなたが果たせる唯一の責任なんだから。片時も娘のことを忘れたことがないといえば嘘になる。努めて思い出さないようにしていたところもあるし、諦めなければならないことだと自分に言い聞かせてきた。それが由美子が言うように、娘の幸せになるのなら、それでも街でその年頃の女の子たちを見かければ否応なく、香織はどうしているんだろうと気にかけずにはいられなかった。で、あっちのお父さんとの間にさ、赤ちゃんできてさ、うん、一回りも違う妹だよ。びっくりするよね。それでどうだったんだ。どうって？つまりあっちの家に居づらくなったとか、他にも。あっちのお父さんの態度が変わったかってこと？うん、まあ、態度が変わったといえば変わったかな、うん、なんていうか、血のつながった娘が可愛いっていう気持ちを押し殺すみたいに、私と愛に同じように接しようとしてたかな。いや、私には甘く愛に厳しくなっちゃってたかも。私はね、別に愛を可愛がってくれて構わなかったのに、かえって意識されちゃった方がきつかったな。あからさまにさ、可愛がってくれた方が楽だったのにね。義理の父という男は香織を大事にしてくれたのかもしれないと思ったが、それが余計に嫉妬させる。ねえ、お父さんは？ん？ずっと一人のまま？ああ、ご覧の通りだ。再婚とかする気なかったの？一度すれば十分だ。そっか。あ、もう昼時か。外に出て何か食べるか。
この辺りはな、結構洒落た店がたくさんあるからな。出かけるの億劫だな。じゃあ寿司でも取るか。近くになチラシのうまい寿司屋があってな。うん、それでいい。よし。取ったチラシ寿司をつつきながらビールを飲むことにした。お前飲めんのか。うん、大好き。そうか。よし、じゃあグラスだな。普段はグラスなど使わない私だが、少しばかりウキウキした気分で2つのグラスをテーブルへ運んだ。あ、ありがとう。ああ、はい、じゃあ私がついであげる。ああ、ありがとう。どうぞ。あ、すまん。ああ、乾杯。ああ、乾杯。ああ、おいしい。ああ、うまいな。もしも離婚をせずに踏みとどまっていたら、日常的にこんな光景があったのかもしれない。一味違ったビールのうまさに今更ながら悔やんだ。そうだ、お前仕事何やってんだ。病院の事務、受付なんかもやるけどね。私おじいちゃんおばあちゃんに受けがいいのよ。はあ、お前が働くようになったなんてな。そんな不思議なこと。 あそうだ、不思議だって言えば、お父さんどうして吉祥寺住もうって思ったの？ん？ああ、たまたまだ。別に意味はない。ああ、確かに吉祥寺に住んだのはたまたまだ。でも部屋は中央線沿線で探そうと決めていた。香りの住む甲府と一本の線路で結ばれているからだ。そんなことより香里。ん？お前、お父さんに会いたくならなかったのか。もっと早く電話くれてもな。うん、それはね。でもほら、あっちのお父さんのこともあったし。小遣いでも背びりに来てくれればそれはそれで嬉しかったけどな。お前冷たいな。それお互い様でしょ。お父さんだってただの一度も会いに来てくれなかったじゃない。別に私は責めるつもりじゃなかった。ただの願望だ。なのに香織は少しだけ気の強そうな目つきで言い返した。そういう時の顔は由美子に似ている気がする。あ、実はお父さんと言いかけて次の言葉を飲み込んだ。今さら言い訳がましいことを言ったところで何になると言うんだ。が、一度だけ香織に会いに行こうとしたことはある。あれは離婚して2度目の冬、師走に入った頃だったか、会社帰りに同僚と新宿の居酒屋に立ち寄った。大概勤め人が寄り集まって酒の肴にするといえば、上司に対する批判か女房の悪口、それに子供の話というのが相場だ。明日は娘の誕生日なんですよ。残業せずに早く帰ってやんないと。なんだそのニヤニヤした顔は。ま、でも俺も娘には弱いからな。こう後ろから背中にバーンって抱きつかれるとたまんないからな。それがいつか女房みたいになると思うとがっかりだ。私はこの場に加わる資格がないように思えて口を挟むことができなかった。あとどれくらい一緒にお風呂に入ってくれるんですかね。まあせいぜい 4,5 年生くらいまでってとこじゃないか。そんなもんなんですか。いや、うちなんかこの間一緒にお風呂入ろうって言ったらパパエッチって断られたよ。まだ2年生なのにな。ほんのたまにしか香りを風呂に入れることもなかったが、もっと一緒に入っとけばよかった。頭を締め付けるシャンプーハットが嫌いな香りの髪の毛を無造作に洗って泡が目に入ってしまい、目が痛い、うん、と大泣きをされたのは一体いくつの頃だったろうか。風呂から上がる前には肩まで湯に浸かって1,2,3と数えた。そんなことを思い返している間も同僚たちの子供話は続いた。あ、そうだ、来年は七五三だ。やっぱドレスじゃなくて着物ですかね。うちは両方着せた。両方、こりゃまた出費ですね。そうケチケチすんなって、一生に何度もないんだから。それに後で文句言われるぞ。小さくても女に変わりないんだ。執念深いからな、奴らは。香織の七五三の時はデパートの美容院で
着付けと化粧をしてもらい、近所の神社へ参った。白塗りの顔、紅で塗られたちょこんとした唇、日本髪を結うために伸ばした髪、そして淡いピンク地の着物、飴の入った袋を持った、そんな娘の晴れ姿にカメラのレンズを向けた。ママ。次から次へと同僚たちの会話に思い出のページがめくられていった。彼らにはこの先、卒業式だの成人式だのという思い出が順調に増えていく。それは当たり前のように私も持っていたはずの思い出なのだ。しかし私にはたった10年の思い出しかない。私は思い出の中で生きている香りしか知らない。きっとこれからもずっとそう思うとひどく酔いが回る気分がした。居酒屋を出て同僚たちと別れた後だった。 JR 新宿駅の改札を入ったところでどうしようもなく娘に会いたくなった。私はそのまま最終の特急に乗り込んだ。普段は心の奥に押し込めた感情の蓋を酔いがたやすく開けてしまった。由美子の実家は甲府市の外れにある。行ってしまえばどうにかなるだろう。ところが甲府駅に着く頃にはすっかり酔いも冷めてしまった。降り立ったホームを吹き抜ける風が一層私を正気に戻す。会えるはずもない。ホームの上にかかったひさしの向こうで甲府の月が青白い光を放っていた。私は身震いをしながら改札の外へと出た。宿を探す気になればできたかもしれなかったが、ファミレスに入った。ボックス席に身を沈めて、運ばれてきたコーヒーに一度も口をつけることなく、ただぼんやりと交差点の信号機を眺めていた。そして東京に戻る始発に乗った。車内の空気に包まれると、その暖かさとは反対の寒さを持った悲しみや寂しさが足元の方から駆け上がってくるようで、私はコードの襟をかき合わせ声を押し殺して泣いた。涙と鼻水が入り混じって口の中に入った。それは不甲斐なさというしょっぱい味がした。ちょっとお父さん、何ぼんやりしてんの？いや、別に。そうだ、香織。ん？お父さんに何か話があったんじゃないのか？うん。それなんだけどね、実は。まさか、結婚じゃないだろうな。え？お父さん案外勘がいいんだね。あ？そう、結婚するの。しかし、こうあっさり告げられたのでは実感の湧きようがない。普通の家庭なら帰りが遅いとか娘のデートに気をもんだりするものだが、私にはなかったのだ。式は来月。あ、もうすぐじゃないか。で、相手は？甲府の人。年は？
三つ上。仕事はどんな感じのやつなんだ、家柄はどんな感じなんだ、まあ、ちゃんとプロポーズされたのか、ね、お前の勘違いだろ。大丈夫だよ。もう質問攻めっていうか、なんか取り調べされてるみたいな気分になっちゃうし。ああすまん。いくら離れていたとはいえ、いや離れていたからこそあれこれと聞きたくなる。お母さんはお父さんに知らせる必要はないって言ってるし、それにあっちのお父さんのこともあるし、で私が迷ってる風だったら彼がね。やっぱりそんなに気になるならさ、お父さんにも報告した方がいいんじゃないか。なんなら一度会ってくればって言ってくれて。はあ、いやなんだかそいつ、ああその彼っていい人みたいだな。まあね、うん、でさ本当はハワイあたりで仲のいい友達と身内だけで簡単に済ませたかったんだけど。身内だけか。私はその頭数に入れてもらえているんだろうか。だけどお母さんに反対されちゃって、そういうことはちゃんとやるもんだって。親はそういうもんだろう、見栄も張りたいしな。でも意外と結婚式ってめんどくさいのよ。披露宴の段取りとか席次とか引き出物は何にするかとか、私ってそういうのこだわらないタイプだからさ。そうなのか。親への花束の贈呈とか感謝の手紙まで朗読させられるの、もうほんと恥ずかしいってはないよね。まあ、うん、一つの儀式みたいなもんだからな。はあ、うん、お父さん、うん、ごめんねお父さん、結婚の報告に来たのにやっぱり式にお父さんは呼べない、ごめんね、ごめんなさい。あ、いいよ香織、何もお前が謝ることじゃない。式に参列してほしいと言ってもらえるんではないかという期待がなかったわけじゃない。しかしここまで育ててくれたのは義理の父親の方だ。いくら血のつながりがあるとはいえ、実の父というだけで大きな顔して式に参列するというのはずうずうしいと。頭では理解できるが、そうか、結婚式当日花嫁の父の役は私には回ってこないのか。香織と腕を組みバージンロードを一歩ずつ進み、祭壇前で待つ新郎に娘を託す儀式も私の役目ではないのか。ならばせめて教会から出てくるウェディングドレス姿の香織を密かに見に行くことはできるだろう。あるいは披露宴会場のホテルのロビーの片隅から。しかしそれはあまりにも自分を惨めにさせるような気もする。まあなんだ、残念だけど仕方ないだろう。お父さんは東京の空の下でお前を祝福することにするよ。お前が、香織が今日会いに行ってくれただけでいい思い出になった。この先今日のことはここに大切にしまって生きるよ。お父さん、うん、一つお願いがあるんだけど。なんだ、何でも聞いてやるぞ。私って昔から作文苦手だったじゃない。ん、覚えてないかな、小学校1年の時作文の宿題が出てどうしても書けなくてさ、お腹痛いって仮病を使って学校休もうとしたことあったでしょ。そしたら仮病だって分かっててお父さんが手伝ってくれたじゃない。もうそんなこともあったかな。それでちょっと筋違いなのは分かってるんだけど、うん、私が書いた感謝の手紙聞いてもらっておかしかったら直してくれるかな。感謝の手紙をか。うん、ほんの短い時間の間に複雑な思いが頭の中を駆け巡った。それは残酷な罰ゲームのような気もする。一方で式に出られないならわずかであってもその雰囲気を味わってみたいという気もする。
負け惜しみかもしれないが、私が代役なのではなく、当日はあっちの父親の方が私の代役なのだと。思えばいいじゃないか。そうか。じゃあ、練習に付き合おうかな。ありがとう。香織はソファーに置いたバッグの中から真っ白な封筒を取り出すと立ち上がった。じゃあせっかくだからお父さんもきちんとした姿勢で聞かなくちゃいけないな。よし。いいぞ。本当のお父さんへ。ん？感謝の言葉。お父さんに会っていいものかどうか悩んだけど、結婚が決まってから夜ベッドに入ると思い出すのはお父さんのことばかり。やっぱりお父さんに会いたいっていう気持ちがずっとあったんだと思う。お母さんはお父さんのこと悪く言ってたけど、思い出の中にいるお父さんは優しかったから。予期せぬ言葉に、何か得体の知らない怪物に心臓をわしづかみされたようで、キューッと胸が苦しくなった。仕事が忙しくて普段はあんまり遊んでもらえなかったけど、それでも休みの日には私に付き合ってくれたね。小さい頃、お父さんのお腹の上に乗って泳ぐ真似をするのが好きだった。いっぱいくすぐられて涙が出るくらい笑い転げた。そして最後はギュッて抱きしめてくれて、ほっぺをすりつけてきたね。ちょっとひげがチクチクしたよ。小学校に入った年の夏、公園で自転車の乗り方を教えてくれたね。私は下手くそで何度も転んだけど、お父さんは頑張れ、いいぞ、うまいぞって励ましてくれた。うまく乗れた時は髪の毛がくしゃくしゃになるくらい撫でて褒めてくれた。嬉しかったな。すりむいた膝小僧にお父さんが手を当てて、痛いの痛いの飛んで行けって言ってくれると、なんだか本当に痛くないような気がした。あの日帰りに食べたソフトクリームは美味しかったね。ありがとう、お父さん。香りが語る思い出の一つ一つが、匂いや感触まで呼び覚ます。おんぶした時の香りの重さ、細かくカールした髪の毛の匂い、柔らかな頬。でも一度ちゃんと恨み事を言っておきたかった。私はお父さんとお母さんと三人で暮らしたかった。どうして我慢してくれなかったのって。二人が言い争いを始めると本当にいたたまれなかった。自分の部屋に戻って隅っこで耳を塞いだ。目黒の家を出るとき、これでもう戻る場所がなくなってしまった。そう思うと怖くなった。新しいお父さんはとても気遣ってくれたけど、妹が生まれた時ものすごく不安になった。お母さんまで私のものじゃなくなってしまったと思ったから、いい子でいないと捨てられちゃうかもしれない。だから無理してでもいつも明るくしていようって思った。それでも寂しくて寂しくて無性にお父さんに甘えたくなって、気づくと電車に飛び乗ったこともある。でもお父さんの住所もわからなかったし、電話番号の書いてあるメモも忘れてきちゃったし、途中で諦めて引き返した。思った以上に不憫な思いをさせた。寂しい思いをさせた。私は
お父さんのことが好きだった。うん、今でも大好きだと思う。やっぱり私のお父さんは一人だけ。お父さんがいてくれたから私が生まれて、そして彼に出会うこともできた。なのに結婚式出てもらえない。ごめんなさい。私は香織、もういい、もういい、分かってるから、もういい。ごめんな、本当にごめん。それから ありがとうな。お父さん嬉しいよ。お父さんだけのな、最高の思い出になった。ああ、いい手紙だ。ああ、どこも直すところなんてない。ああ、いい手紙だ。涙と鼻が口の中に入った。でもそれはあの時とは違って、どうしようもなく切なく痛く、そしてかすかに甘い味がした。